新しい機関車を購入予定です。埼玉県埼玉市にある鉄道ファンが院長の眼科、星合眼科の駐車場に新たな機関車が加わる可能性が出てきました。院長の星合茂さんによると、 EF81、EF58、EF65、9600型蒸気機関車など欲しい車両が多くて迷っているとのことです。今週は星合眼科の院長、星合茂さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お久しぶりです。今日はお呼びいただいてありがとうございます。ご紹介をしたんですけど、ちょっと紹介、ちょっとなんよくわからないんですけれども、ね、紹介より言った電車の種類の方が多かったですよね。そうですね。どれだけ入れるんやっていう、一体どういうことなんでしょうか。もうやっぱり大事に、で鉄道車両は今まで文化もありますから、長いことを大事にしていかなきゃいけないという意味で、綺麗事言いますけれども、保存していかないと。もうこれはもう前向きにというか、前向きです。ほぼ止まってる。電車全部前向きです。けど、病院自体に、眼科自体に今、ディーゼルカー1個と、あと電車の、頭の運転席の部分は2個と、あと電気機関車の EF66 が置いてるという状況じゃないですか。それでまだ増やすんですか。あ、そうなんですよ。今度はこの間交流期だったので、今度は81をまず最初に、交流の、直流の次交流で、そうです、交流で、でその後、64は今、これですね、81 の、10号機で、今もカットされてちゃってるんですけども、ちょっと長めです、で今回車輪が動輪がちゃんと、残るような形で、保存しようと思ってます。これ今写真だと前照灯ついてますけど、これはつけるようになる。そうなんですよ、前照灯ぜひこれつけて、さすがに ATS はつけないんですけども、前照灯はちゃんとつける形で保存していこうかと思ってます。またメンテナンスが大変そうですね。いや、そうですよ、もう本当にでも鉄なので必ず劣化するもんだと思って、で保存さえしっかりすれば、できれば長持ち、塗装とかその辺、サビに関するケアってことですね。そうです。ご職業なんでしたっけ。ご職業、鉄道、お医者さんです。お医者さんなんですよね。そうです、けど、あとすごい気になるのが、こう、いろいろな機関車が出てるというか、こういう、買わないかみたいな話とか、そういうのってどういうルートで来るんですか。いや、もう本当、最近はもう鉄道会社さんの方から、ご紹介していただいて、逆にもう保存してくれないかみたいな感じで言っていただけることがしばしばありまして、もうそれはもう私鉄さんも、JR さんも含めてです。なんか前回来ていただいた時って、いらしていただいた時に、最初は、自分からすごくこう営業じゃないですけど大変だったなんておっしゃってましたけど、今なんかもう集まる、いつも集まってくる、これ写真がちょうど、EF58 の42機で、で今改装中で、これもちゃんと車輪も復元した状態で、これ今足切りになってるんで、下のところがないんですね。下のところ、そうです、高さ合わせたいので、これは検討してる段階の、もうこれは予定で、もう予定にスケジュールされてる、されてます、もうそのために駐車場がどんどん減っていくんですけど、そこなんですよね、先生のとこ、駐車場がどんどん狭くなってくる、本当ですね。もうどの辺に置くとかっていうのは、もう大体決まってる、ちょうど斜めにこう3台は少なくとも並べる、電気機関車を並べるってことですね、EF66 の R1 の隣とかに、はい、そうです、並べ方をどうするかで今、どの辺になるんですか。これは違いますね、EF66 のあるところ、もう一個の方でありまして、そうです。でも今度あの駐車場に今度線路を引いて、電車が走れるようにしようと思ってますんで、いやそれをゲージを何にするか今考えてるんですけども、いろいろとね、その辺は言いたいことはあるんですけど、まずは駐車場は先生の遊び場じゃないっていう患者さんが来て、必ずしも、電車とかね、そういう公共交通機関だけで来れる人じゃない方もいるから、その一緒に付き添いの方と一緒に来る方もいる。一日だって患者さん何人ぐらい見てるんですか。多い時はもう300から400人来るので、今駐車スペースいくつなんですか。今66台なので、うまいこと回転するか、あとはバスで来られたりとか、送迎バスで来られてる方がいらっしゃるので。
その時を考えて、まあ今でも結構大変です。はい、そうです。で今ちょっとさりげなくちょっと映ったんですけど、あの駐車場に勝手に踏切つけちゃったらダメなんですか。そうです、そうです、うん、そうですよ。踏切がもう綺麗な形で。これ 前ありましたっけ。いや、これ前なかったです、ね、僕先週の火曜日ね、あの前の前の火曜日に、病院行ったんですけど、なかったです。はい、じゃあ、本当、最近つけましたよね、これね。つけました、もうついつけちゃいました。ついつけちゃいました。これ動くんですか。どういうこと。これそうです、あの、一応手動で動くような感じにしてまして、うんうんうん、あの、赤い赤色灯だけは、あの、連動で、はいはい、あの、つくようにしてます。はい。いやけど、ね、はい、駐車場だから車の入る場所じゃないですか。車の運転する人にとって、あのリアルなあれあると、そうですよ、ちょっと、まあ、音は鳴らないにしてもついたりとかすると赤色のが結構びっくりしますよね。びっくりすると思いますけど、あとは普通はそこ踏切で閉じないで、なんか鎖かなんか貼るところですよね。あの夜間とかね、そうですよね。いやでもやっぱり鉄道マニアちょうどいい機会やと思って踏切を行くとちょうどチェーンの代わりになるんじゃないかと思ったんですよね。ちょうどいい機械の意味がちょっとよくわからないんですけど、ちょうどいい機械。これってその車両はいろいろ会社から出るじゃないですか。踏切ってなんかどっかから出るんですか。そうなんですよ。これもたまたまあの今高架工事をしているところから発生品で3つ集めるのを待ってまして、あ、高架がなくなって、そういうの、そうそうそう、でそれで持ってきていただいて、3つってこの駐車場の入り口3箇所全部、3箇所全部に踏切にしました。踏切にしました。しました。もう趣味で。けど、つい最近やったんですよね。もうつい最近やりました。患者さんびっくりしたね。いや、びっくりしますよ。何が起こったんやろと。いやいや、びっくりしますよじゃなくて、電車走るんじゃないかと思います。どこから突っ込んでいいか分からないんですけど、EF81 と EF58 と、写真でご紹介しましたけど、はい、EF の65と、はい、あと蒸気機関車ですよね。蒸気機関車ですか。そうそうそう、これですね。SL ですか。これを SL を、これ SL あれですよね、見た感じだと、地元の公園かなんかでこれ保存してみたいな。そうなんですよ、あのコミカミなところで保存されてるやつで、はい、ね、はい、これが先々この場所に置いておけなくなるかもっていうことで廃棄になっちゃいそうということでお話をいただきまして、これ多いですよね最近なんか、ね、SL でねどんどん老朽化してこれ置けなくなったみたいな多いじゃないですか。あれ難しいですよね。あれ JR 太陽になってるのがあるので、ああそうすると JR 一回戻さなきゃいけなかったりとか手続きが大変で、そういう事情もそうなんですよ。だからなかなか動かせないみたいです。SL になると、さらにこれ蒸気機関だから、なんだろう、昔管とか多いじゃないですか。電気機関車と比べて、そうです、水蒸気っていうかね、水が通る管みたいになるから、そうなるとメンテナンスとかすごい大変、そうですよね。絶対錆びてるとこあると思いますもん。やっぱその辺はこだわって、もこだわってちゃんと綺麗に保存するならもう徹底的にやろうと思ってます。これあの、なんていうか、あの手に入れられる可能性としては何パーセントぐらいなんですか。まあ、これから検討、これから4割か5割ぐらい、結構高い、結構高いですね。4割か5割も交渉中で、これ1個 SL を1個保存しちゃうと、他のところの自治体もうちもうちもって、あると思います。やっちゃいます、駐車場が落ちます。なんかだんだん梅小路みたいな、そうですね。駐車場じゃなくなりますよね。梅小路ですよね、本当に。駐輪場みたいな感じです。もう扇形機関庫作っちゃいます。作っちゃわなきゃいけないですよね。ターンテーブルもね、そしたら、まあ、埼玉スタジアムを潰していただいたら、いや近くにありました。それはそれやっちゃうと、別ですね。レッツの方々結構ね、熱い方多いから、その辺刺激しちゃダメですね。いや本当にね、これね、星合眼科ってその浦和美園っていう埼玉スタジアムの最寄り駅から、あの埼玉スタジアムとは逆の方にあるんですけど、そうですね、まあ、歩いて10分15分ぐらいなんですけど、はい、まあね、びっくりする、そうですね、何これっていうなかなか、いやそれがもっとびっくりするようになる、ということなんですもんね、けどせめて、僕は何度かそれでちょっと、あの診察の方でお世話になったことあるんで、いろいろあの辺の病院の周りとか見たことあるんですけど、なかなか普段は全然あの車が入らない砂利で置いてある駐車場がちょっと病院より多めにあるんですよ。そこは何にも置いてないです。で病院の近くにあるそのアスファルトの舗装しっかりされた駐車場にどんどん電車を置いていってるんで、それはもう
部さん、電車は大事ですから。いやいや、患者さんが、まず病院に近いところ、あのお年寄りの方とかもいますし、眼科さんってことは目とかがね、こう見えづらい方とかもいるから近くに車を止めて院内行けた方が良くないですか。まあ、ちょっとそんな気も最近してきて、特殊な、ね、お医者さんですからね。この砂利を使って線路を引くとか、あ、バラスト使って。どうでしょう、今日も結構ラストランのお話とかって、はい、そうでしょうね、しましたけど、さっき見させていただいて、あの阪急の3100系はいいですよね。おあ、やっぱ、まあ、あの阪急はあのブランド色じゃないですか、あの色いいですよね。そうですね、あれはもうあの前でお酒飲みますもん、僕。みんなさんもそうでしょ。そう、いいですよね、阪急は。阪急を送ってなると、これレールの幅違いますからね、標準ですからね。三線基地道で来ないといけないですよね。けどこれがもう来週、再来週ぐらいにですよね、出ますよ、これ。ですよ、本当ですよね、それぜひ書いて、いえ、阪急の方ね、見てご覧になってらしたら、もしかしたらちょっとご相談をというところで、もうこれ出るって聞いたから、僕も明日ぐらいに株主になろうかなはい、ということちょっともう尽きないので、ちょっと一旦ですね、あの今日はあのゲスト来ていただいたということで、全国の鉄道ファンの皆さんにぜひメッセージを、はい、最後にお願いします。もう鉄道は自分の心です。やろうと思えば何でもいけることを基準に僕も仕事してます。皆さんも鉄道愛を捨てずに頑張っていきましょう。あの目のお話とかいいんですか。目何でしたっけ。魚の目。いやいやいや、落ちます、すいません。眼科病院のお話とか。病院。けどあれですか、行きましょう。診察と関係なくあそこで電車見たりとか。もう全然来ていただいて、あの普通にあの。そのうちあの入り口に自動改札機をつけようと思ってたので絶対オムロに行かなきゃいけないな、これ。そうです、いや、そういうこと。ありがとうございます。ありがとうございます。今週のゲストは埼玉県埼玉市にある星合眼科の院長、星合茂さんでした。どうもありがとうございました。